んにちは皆さん。今日のビデオはなんですね、私が頭の中で思いついて、あ、これすっごいいいビデオになるから絶対撮らなきゃってずっと思ってて、でやっとフィルムしているやつです。だからすごい楽しみにしているんですけど、その前にですね、私がアンバサダーを務めさせていただいているアナルイザさんのアクセサリーの紹介をさせてください。気にならない方はスキップしていただいて全然大丈夫なんで、ちょっとあ見てみたいとか思ってた方はステイチューンしてくださいね。今日私がつけているこのフープピアスと、あとこの見つけているピアスと、あとこのブレイスレットですね。今年の6月から1年間ブランドアンバサダーを務めさせていただいてます。ニューヨーク出身のアナルイーサというジュエリーカンパニーで、この会社がですね、皆さん私くどいように言いますがとてもいい会社なんですよ。はい、もう前々回とものすごくこの会社について語らせていただいてるんで、今回は短くお話しさせていただこうと思ってるんですけど、こちらの会社はですね、私はとても胸を張って一緒にお仕事させていただいてるんですけど、まずですね、ジュエリーが全部可愛いです。1、ジュエリーが全部可愛いです。で、2つ目がとても環境に優しい会社です。サステイナブルにフォーカスをしているとてもとてもナイスな会社です。で、3つ目に働いてる人がとてもナイスです。なので私も頑張りたいなって思わせてくれるとてもとてもいい会社です。なので気になった方はぜひ会社の方を私のビデオの概要欄のところにも貼っておくのでチェックしてみてください。でですね、私がアンバサダーを務めている1年間の間、私のクーポンコードが有効になってます。ローマ字でのぞみで15、このクーポンコードを使っていただくと一番最後の会計の時に 15% オフになるので、ぜひぜひぜひこれを使って、なんかアクセサリー欲しいなって思ってた機会が同じ重なったんであればぜひ使ってください。自分へのプレゼントとか、あと普段頑張っていて感謝している方とかもいいと思うけど、なんか私がアクセサリー欲しいなって思っていろいろ見ている時に、正直インスタグラムとかも会社がすごい量、なんかたくさんのブランドの会社がいっぱいあって、なんかどれ選んでいいかわからないみたいな、正直ないですかっていう時に、私はもうそれだったらまあ会社がどういった会社かね、ちゃんとこう環境を考えてる会社なのか、無駄をしてないか、ちゃんと消費者とかその働いている方のことをちゃんと考えてる会社とか、そういったところに次フォーカスしていくってなると、アナルイサさんはもう本当にもうそれなんですよ。そうだから、とてもおすすめの会社です。本当に押し売りとかじゃなくって、本当に大好きな会社です。なんで、まあ気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。今日私ね、このブレスレットを自慢すごいしようと思って、今日のコーディネート全部合わせた感じなんですけど、超可愛くないですかこれ。これお花のブレスレットなので、長さも変えれて、まあ、短くなったりとかできるんだけども、それに合わせてちょっとこう花柄のワンピースを着たし、それに合うようにこう髪も上げて、まあピアスがね、しっかり見えるっていうのもそうなんだけど、あと自分の手作りのこのブレスレットもつけました。可愛いでしょ、ビーズのやつ。これと組み合わせもすごい可愛くない？だからすっごい可愛い。これね、ネックレスもあったの。ネックレスもあった、すっごい可愛いので、てか正直私今日つけてるこのハートのやつもアナルイサさんだわ。これ超可愛いでしょ。これもさ、大きめのフープって、こういった感じの大きめのフープって見つけるの大変よね。このフープピアスに惚れた理由は太さと、なんかこのいやらしすぎない太さでも細すぎないみたいな感じの太さと、あと大きさが惚れました。なんかこれよりこっとこうごっつげーな感じだとまたちょっと違うしないみたいな、ごっつすぎるとこっちもごっつくした方がいいかなとかだけど、これぐらいの太さだったらなんか私的には私のつけているアクセサリーにすごいバランス取りやすいなと思って、で大きさも可愛いし、こうやってアップにつけるとねえ可愛いじゃないですか、引き立って。 それでね、これで
あ、もうこれだと思って選ばせてもらって、あとこのピアスもなんか普通のこういう小さい感じのやつは、まあ、結構どこにでも見つかるじゃないですか。だけどこういうこう普通の感じのデザインをちょっとひとひねりしたのが可愛いじゃないですかね。可愛いじゃないですかね。そう、それでそうこれ選ばせてもらったんです。可愛いでしょ。まあ、そんな感じで毎回毎回荷物送っていただいて開けると思う、あー超可愛いみたいな、もう超本当になんていうの、あーっていう感じになります。本当に超女、超女でしょ私今。だけどすごいおすすめです。はい、ではこれからですね、私がお話ししたかった本題に行こうと思います。今日話したかった本題はなんですけどね、ある日考えてて、なんかいろいろね、いろいろ考えてたわけで、それで、あ、自分のね、まあ、小さかった頃の話はまあまあなんだろう、まあ、覚えてたら覚えてなかったりみたいな感じなんだけど、ほら10代とかさになった時、10代になった時ってなんかいろいろ感情が出てくるわけじゃないですかね。なんか大人になる手前で体とかもいろいろ変わってきて、考え方とかもいろいろさ変わってくるじゃないですか。でそこでその自分が10代だった頃の自分にアドバイス、今のこの私がアドバイスできることっていう話をしたいなと思って、でちょっと何個かは自分の10代の頃の自分にアドバイスっていうよりかはあれだな、今のその世代の人に見ていただいて、あ、今の32歳なんですけど、32歳になった人は自分の10代の頃を見返ってみて、こういう風に感じてるんだとか、こういう風にしとけばよかったとか、そういう風に思うんだって思ってくれるだけでいいし、あと、まあそういう世代になる子供を持っている、まあ、親の方とか、もしくは、まあ、それ真っ最中の方とかでもいいし、まあ、知り合いにそういう年齢の子がいるとか、まあ、何でもいいんだけど、まあ、そういう関わる系の人にも見ていただけたらいいなと思って、で今私がいるところはここが私のバスルームで、ここがうちの、なんていうのかな、マスターベッドルームの要はシンクの前なんですよあのね、本当は、うちの旦那がすぐ会社から帰ってきて、化粧して、で、フィルムしようと思ってたんだけど、なんだかんで夜ご飯作ったりとか、ね、家事したりとかしてたら、ちょっと遅くなっちゃって、5時ぐらいになっちゃって、そしたらだんだん外も暗くなってきて、まあ、この部屋、ここが一番その、なんていうのかな、ライトがあって、ちょっとビデオを撮れるような状況の場所だから、ここでお話しさせてもらうんだけども、ちょっと脳にどこでやってんのとか思ったら、まあ、そういうことなんでね、あんまり深く考えないでくださいね。そう、一応ここにね、出したのメモに、だからちょっとそれをね読みながら思い出しながら話そうかなと思うんだけど、いきますよ。10代の自分にアドバイスしたいこと、一つ目はですね、ちょっとリラックスしながら話すんでね、こういう感じでいきますよ私。一つ目はもう少し目の前にあることや起きていることに目を向ければよかったなって32歳の私は思うわけですよね。10代の頃の望みに言いたい、もう少し目の前に起きてることとか目の前にあることに集中しろって思うわけです。でね、ほら例えばさ、10代になるとなんていうの、それまで結構週末は家族で過ごしたりとかいうことが多いと思うんだけど、10代になった瞬間になんかね、友達と遊びに行くことが増えたりとか、週末は友達中心になったりとか、買い物に行ったりとかさ、一緒になんかそういう感じになるじゃないですか。まあそれが普通だと思うんだけど、なんか、私はそれで友達とか、あとねダンスをしてたからダンスばっかりになっちゃって、それでおじいちゃんおばあちゃん家に会いに行く機会がまあ減ったんですよね。でなんかうちの親とかは今週末おばあちゃん家行くけど行くみたいな、で、あ、私友達と遊び約束してるからママ一人で行ってきてとか、なんかそんな感じだったんですよ。でまあ、それはそれで、その自分は友達とね、いい時間を過ごせてたし、一生懸命ダンス頑張ってたっていうのもあったから、それはそれでいい思い出が残ってるんだけども、でもあれよね、今考えるとあんなすぐ近くにいてね、
もう会いたいと思ったら会えたのにって今すごい思うんですよね。今はね、会いたくても会えなくって、こう聞きたいこととかいっぱいあるのになみたいに思うんですよ。ほら今はさ、そうやってテレビ電話とか電話とかあるからいつでも電話してとかできるけど、私のね、おじいちゃんおばあちゃんの世代はなんか昔は結構国際電話とかしてたんだけど、私がこっちに引っ越してきてから、私が日本を離れて生活し始めた時は国際電話してたんだけど、やっぱり耳がやっぱり遠い、おじいちゃんおばあちゃん耳が遠いっていうのもそうだし、まあ、おじいちゃんは亡くなっちゃったんだけど耳が遠いっていうのもあるし、あとやっぱり私たちの会話がどうしてもこう、あのね、その時は電話だったんですよ。テレビ電話とかじゃなくて携帯で国際電話の時代だったから、こう電波が悪いとかガサガサしてるとか全然あったんですね。なんかもうそれであっちも全然聞き取れないだろうし、まあ、そういうのが続いて結構、あ、もう電話難しいなって思ったんですよ。うん。で、そうだからなんか今会いたいなって思っても、ほらすぐに会える環境ではないし、そういったところはなんか、うん、と思いますね。うん。聞きたいことがいっぱいあるって言ったじゃないですか。私ね、おじいちゃんもう亡くなっちゃったからあれなんだけど、おばあちゃんに結構聞きたいことがあって、まあ、次会った時に聞こうかなとか思ってるんだけど、例えばなんでおじいちゃんにしたのとかね、昔ね一回聞いたことがあったわけ。なんでおじいちゃんにしたのって、私は結構若い時、多分本当に10代の時とかに、なんでおじいちゃんしたのって言ったら、あれしかいなかったんだってとかつって言ってたけどあれしかいなかったんだってとかつって言ってたけど、でも多分理由があるはずなんだよね。そうだからそういうのとかもちょっと掘り出して聞きたいなっていうのもあるし、あとなんかおばあちゃんってさ、なんか自分が小さい時には全然疑問に思わなかったけど、でもこの年になって自分のおばあちゃんとかおじいちゃんのことを考えると、なんか子供の時どういう子供だったのかなとか、そういうのもすごい気になるし、自分のおばあちゃんがねとかも気になるし、なんか多分思い出したくもないだろうけど、一応なんか歴史を知るために、あのうちのおばあちゃんとおじいちゃん戦争経験してるからどうだったとか、なんかそういうのも結構聞きたいなと思うし、今ねこのビデオを見てくれている方にこう誰々に会いに行こうって思ってくれるようなきっかけになってくれたら私はすごい嬉しいんだけど、うん、やっぱ10代の時近くにいたからもっと会いに行けばよかったなっていうのを悔やんでますね。あとですね、目の前で起きた出来事、例えばなんか政治のこととかもそうなんだけど、これ固い話って思うかもしれないけど、ぜひぜひ聞いてください。政治のこととかも全然さ、私たちが10代の時っていうのは全然社会でねいろいろ学んだんだけども、これね大事な部分をね学校で学んでない気がしてた。うん、でなんか社会の時間とかでも歴史とかでもあったけど、こう政治のこととかなんか全然知識ないんですよね。誰がどこの政治家で何をしててとかも全然知識もないし、まあ、気にもならなかったし、まあその日本のあれ自体が気にもさせないような雰囲気作りって言ったらあれかもしれないけど、なんかそんな感じも しましたよね。あの10代の時点で世界で何が起こってて日本はどういう国でとかさ、そういうのをもっとこう分かってての、もっと政治理解しなきゃっていう風なアンテナが張ってたら今もっと違うんじゃないかなって思うんですよ。このね、私たちの将来を決めている政治家さんたちはみんなね、その時になったらこの世にいないんで、責任感あってやってこう政治家やってくれてるかっていうとちょっとわからないところもありますよね。まあみんながみんなじゃないけど、ほら中にはさ、そういう会議とかで昼寝している政治家さんもいるぐらいだから、なんか国のこととかも決める力って私たちにあるんだって、私たちってすごいパワフルなんだっていうことを忘れないでおくとすごいいいかなと思います。なんか私10代の時国民は無力だって思ってて、勝手になんでかわからないけど私たち無力だからなって思ってたんですよね。なんでだろうね、なんでそういう風に思ってたんだろうね。でもこれ違いますよね。これは絶対にこういう風に思うべきではなくって、絶対こういう風に思うべきじゃなくって、私たちは全然小さいことでも変える力が絶対にねあるはずだし、みんながみんな合わされば、10代の自分にはもっとこう政治についてとかちょっとでもいいからちょっと興味持っとけばよかったのになっていうのは今思いますね。
で、あとね、私そう山の真横で生まれ育ったんですよ。そうなの、私新潟出身なんですけど、山の真横で生まれ育ってるから、もう美味しい空気に山水とかもあるし、なんか夏はすごい暑いけど冬はものすごく雪降ったりとか、まあ、大自然のところで過ごしたわけなんですよ、生まれてから10代の間。そうだから、あのもうね、大自然が普通になっちゃってて当たり前みたいな、だから感謝もあれもなかったんだけど、まあ当たり前だったからね、もう生まれた時からあったし、だけどもっとこう意識的に山にキャンプに行ってこう星空を見たりとか、あとパワースポットに行ってこうスピリチュアルを感じたりとか、なんかダンスばっかりね追いかけてる毎日だったから、こう自然に対して五感をこうパーって広がせられるようなことっていうのが、自分でこう結構こうシャッとしてる感じがしてたっていうのもあるけど、こう忙しくね、音楽画像ね、まあそれも全然あの五感使ってるんだけど、こう自然の中で五感がパーってなる、五感ってこの分かるでしょ、五感ね、っていうのがパーってなるっていうのを10代の時からやってたら、今私子供を育ててる立場だけど、なんかちょっと違ったんじゃないかなって思うんですよ。もうその時代、そのね10代の頃からこう自然にすごい触れててさ、この空気とかこの木とか酸素とか、なんかそういうのに感謝をしていたら、このね子供を育てる立場になって、やっぱり外遊びとか上手なんだろうし、虫捕まえたりとかするのも子供並みにできたりとか、なんかなーとか思うんですよ、たまにね。あと2つ目なんだけど、2つ目はね、昔から個性が強いやつだったんですよ私。だからなんか私のものってなると結構主張が強くって、このね感情を捨てたらストレスとか、例えばなんか彼氏との喧嘩とか減ったんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱり喧嘩の多いカップルっていうのは良くないから、って思います。でね、例えば彼氏がバイトで会えなくてやきもちとか、あとあの子に私が持ってたものと同じもの真似されたとか、なんかそういう無意味ななんかストレスって結構ティーンエイジャー10代の時って多いじゃないですか。まあそれが10代になるっていうことだと思うんだけどね、増えるじゃないですかそういうの。でもこういう感情ってね、本当に10代ながらにも出てくるものなんだけど、自然と。だけど良くない、まあ、エネルギーじゃ良くないエナジーなんですよね。そうだから、それで家族に八つ当たりすることとかもあったし、本当にね自分を悪い雰囲気の場所に持ってってるだけだから、本当負の負なんですよね。だからこういう何感情、このさ、このなんていうのかな、やきもちとか私のものなのにみたいな、なんかわかる、そういう感じの感情、こういうこのエナジー、私が持ってたエナジーを他のものにやっててこう発散できたらよかったなみたいな、違う意味でね、そういう感じのエナジーってどうしてもこう出てきちゃうから、それを例えばなんか勉強することに当てるって、で勉強って言っても別に学校の勉強とかじゃなくてよくって、例えばこうなんていうのかな、なんか家にあるこれってどこからできたんだろうとか調べてみるとかね、あとはなんだろうね、何があったかな、なんか料理を勉強したりとかさ、彼氏に美味しいもの作ってあげたい、クッキーでもなんか作ろうかなとか、なんかそういう感じのエナジーに向けて、なんかこううーっていうさ、あれ無意味だったから、まあでもね、あの感情を経験してきたから今があるんだけども、でもね、もしぜひこのビデオ見てくれている方でそういう感情をものすごく持ってしまう10代でね、したら普通なんだよ、それは全然感じて OK な感情なんだけど、でもそれで人に八つ当たりをしたりとか、それで喧嘩をしたりとか、それってすごいこう良くないことだから、これはこうやって感じる自分は OK なんだって思って、でそれでこのエナジーをどっにかどこかに当てようみたいな、 OK 今日はめっちゃ顔をマッサージしてやろうとか、なんかもう何でもいいんだよ本当に。あ、この国の人気になるな、どういうご飯食べてるんだとかさ、まあ、分かりますか、なんかそういうこと、そういうのにエナジーを当ててって、時間を当てていくと
その気持ちがなんかスッってなったりとかするのかなみたいなふうに思いますけどね。 OK、 3つ目いきますよ。3つ目は本当にね、これはね、自分の10代に言いたいんだけど、自分の10代だった時に言いたいんだけど、あのね、10代の頃私ね、彼氏がね、トータルで3人いたんですよ。3人で、このね、この3人の中の、これみんな3人大好きだったんだけどね、この中ね、1人と本当ね、別れて付き合って何回も何回も繰り返したんですよね。で、まあ今考えてみると結局はまあすごい性格が似てて、で自分のものみたいな感じが結構お互い強かったから、まあ縛り合ってたっていうのもありますね。そうだからね、とりあえずなんか喧嘩が多くって、で子供だからお互いすぐ別れてみたいな、その別れを使って、もうじゃあそれなら別れるからねみたいな使って脅すみたいなで別れて、で、ですぐ別れて、でまた寄り戻して、また付き合って、また寄り戻してみたいな、もうほんとままごとみたいな、もうそんな繰り返してたの。そうそうそう、だからなんだけど、でもその恋愛があったから、まあいろんなことを私は学んだんだけども、今でも全然教訓にはなってることもあるんだけども、まずね、何ヶ月間ももう自分の本心がもうこれはダメだダメだもうこれはダメだって言ってんなら、もう分かってるなら、もうね、情とか関係なしにね、終わらせてムーブオンしなきゃダメなんだなっていうのは、これはね、自分の本当に10代の時に言いたいですね本当に本当にね、本当にもう早く終わらせてムーブオンしろって言いたいですね。だってこれ共感してくれている方結構まあいらっしゃると思うんですけど、本当にね、情で一緒にいる、行ってダラダラダラで一緒にいたらもう時間の無駄だし、これちょっと恋愛相談みたいになってるけど、まあ、自分の経験なんですけどね、本当にね、時間の無駄だし、相手 の時間も自分の時間もすごい無駄だと思うし、あと本当にね、この人に一人の人間として幸せになってもらいたいって願うんであれば、もう自分の学びの時間だと思って、学びの時期なんだと信じて、もう大決心してさようならみたいなね、長いほどあもう行ったり来たりしたけども、さようならってやると、もう結構割とね、あーなんか何終わったけど気がさっぱりしたとかさ、なんか全然いい方向に進んだじゃんみたいな、自分的にはね、自分の人生が別れた後どん底だったけどよくなったじゃんみたいなさ、絶対そうなるから、うん、これは本当に自分の10代の頃に言いたいですね。そうで、あとね、あのこれは自分に直接まあ関係するかつってあれだけど、もっとこれはね、こうその10代で見てくれている方とか、あとまあ10代に10代の子に対して関わりにある人とかに見てもらいたいんだけど、あのね、大人の立場を利用して子供に言い聞かせようとしたりとか、あと理不尽なことをしている大人って結構多いんですよ。言ったね私あのね、学校の先生でこう自己意識を押し付けて、できない子はダメな子って言ったりとか、あと親でも、私はあなたの親なんだからこれもあれもしていいけど、あなたは子供だからダメよとか、そういうの。なんかなんでこれ思ったかっていうと、ネットフリックスのさ、あのドキュメンタリー、まあいろいろあるじゃないですか。まあ何個か見てて、まあそのさ、経験者の人が大体まあそれのストーリーの主人公だから話してるんだけど、なんかその時は自分が子供だったからわからなかったけど、でも今大人になって考えてみると、クエスチョンがすごい増えたって言っている方結構多いんですね。でこれは私の経験談から言うと、まあ別に結構まあないじゃないんだけど、でも理解できるじゃないですか、言ってること。まあでも自分のそのさ、10代の時のこと考えて、関わってきた周りの大人、その自分の親とかとはまた別で、わかりますか、なんか働いてるバイト先の上の人とか、うん、結構まあ理不尽な大人考えてみれば、いたっちゃいたんだよね、周りに。いる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 ないるいるいる、年齢や立場も関係なくして、この精神年齢が低い人ってたくさんいるし、だからといって子供ながらにも精神年齢がすごい、そういう人たちよりも上のパターンっていうのもいっぱいあるから、だからね、子供ながらにも理不尽だなって思うことは立ち上がって言う権利が誰にでもあるんですよね。そうだから、それは覚えておいてください。
あと周りの大人に質問をたくさんすることすごく大事だと思います。なんかこれ自分たちの子供にも言ってるんだけど、あの正しい答えが返ってくるかって言ったら私は正直わからないんだけど、大人が全て知っているっていう感覚で聞きに行くじゃないですか。で、わかんないよって言われると、え、なんで大人なのに知らないのっていうの、それもちょっと感覚が違うんだけどね。でもそのさ、例えば何々なのって聞いた時に、わからないよっていう答えが返ってくるじゃないですか、大人から。そしたらその大人は大人で、本当の答えって何なんだろうってさ、考えるきっかけにもなるっていうか、そう、そういった意味でこう質問することってすごい大事だなって思います。でもね、さすがに3歳児 の、 あの朝から晩までの Why? Why? But why? Why? この Why? 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 これはさすがに辛いね。これはさすがに辛い、本当に毎日毎日で、うちはお兄ちゃんもう8歳だから、今うちの娘が3歳だから、まあワイワイ時期なんだけど、これが終わったら今度ね、下の子が来るからね、ああまだあるなっていうのはあるんだけど、でも、まあ、質問することはすごいいいことだと思います。はい、あと私4つ目って言ったっけ、さっきのやつ言ってない、わかんないけど、まあ次最後5個目なんだけど、これはねそこまであまり自分とはリンクしてないんだけど、見た目気にするやつね。見た目気にするやつ、まあ私も10代の頃は見た目気にしてちょっとダイエットとかもしたけど、でもさ、中にはもう本当にさ過激なダイエットをする子とかいたじゃないですか。あとアイプチョンも本当にもうこういう感じにつけちゃう人とかいたじゃないですか。そういう方に私は言いたいんだけど、これねメイクを通してずっと言ってきてるんだけど、生まれ持った自分の顔が自分に一番合うんですよ。そうだから、この世に1個しかないものだし、自分の顔をね大好きになるとね、本当に優しい世界が待ってるんですよ、その後。わかりますか、この感情。なんか自分の顔なんて大嫌い、自分の体型なんて大嫌い、大嫌い、自分大嫌い、自分大嫌いって言い続けてみてください。本当にね、自分を本当にね良くない世界に追いやってるんですよ。あのね、私今自分、子供たちのトイレ、まあ子供たちのトイレっていうか日中使うトイレ、まあ家族がみんな使うトイレあるじゃないですか、に貼ってあるんだけど、上のところに私がこうやってさ埋めたやつがあるわけ、あの文字を、それに Words have power Say nice things だったかな、書いてある、こうやって埋めたんだけどさ、どういう意味かっていうと、言葉はすごい力があるもの、パワフルで力のあるものだから、いいことを言いなさいっていうものなわけよ。で本当にね、子供たちにも言ってるんだけど、俺なんてできない、俺なんてできない、俺なんてできないからって言ってたら本当にできないんだよね。そうだから、嘘でもできるできるできるとかさ、もう本当に何でもいいんだけど、本当にポジティブなことを嘘でもね言い続けてると、本当にそういう風になってくし、周りがそういう風になってったりとか、引き寄せなんですけどね、これもね、そういう風になるんですよ、本当に不思議なんだけど。だから例えばうちの上のお兄ちゃんが、できない、こんなんできないからとか言ったら、もうお前絶対それ言うなよみたいな、もうね、もう一から言ってるんですけど、言葉はねパワーがあるんだから、自分をそっちの方に連れてっちゃうんだよみたいな感じで、本当に本当に言葉で言い続けてたら、そういう風になるからねっていつも言ってますが、まあ、そういうことなんですよ。だからね、自分を理解してあげて、自分を受け入れてあげるのは自分にしかできないことだから、そこから来る自信とオーラで誰もがあなたを羨ましくなると思います。だから見た目をねそんなに気にするんではなくって、自分の持っているものすでにを愛してあげて、自信を持ってあげて、でそうするともうそういうオーラとかね、そういう自信とか、その人から出る言葉とかで、正直顔なんてどうでもいいってなるし、正直見た目なんてどうでもいいってなるんだよね。そう、そうそうそう、まあそういうことですよ。ね、10代になるとどうしても、もうこれは世界共通で、周りの人、周りの目線が気になったりとか、周りと同じようなことをしようとしたりとか、あと、なんだろうかな、こう、ね、見た目をすごい気にしたりとか、そういうふうに、本当世界共通でなっちゃうんだけど、
もっとね、自分の持っているものとか、自分が生まれ持ったものとか、中身もそうだけど、もうそういうのとかも全部、もう自分は自分でいいんだから、自分は誰でもない自分だから、自分を愛してあげれば、そこにはね、もうもっと優しい世界が待ってるからね。そういうことですよ、皆さん。この今まで行ってきた5個かな、自分の10代だった頃にアドバイスとしてあげたい。でそしたらもっとこういろんな意味で変わってって、また違う32歳の自分がいたんじゃないかなと思います。その時アドバイスをその10代の自分が聞けてたら。だけど自分はね、まあ今まで人生を生きてきて、こういろいろ苦労もあったし、いろいろ経験したし、でもそうやってなんか後回りだっけ、なんか何回も同じこと繰り返したりとか遠回りもしたし、だけどそういう経験がないとやっぱりそっから学べないこととかもあって、だから経験 しなきゃいけないことだったんだけどね。だけどなんか今の10代の人とか、あとその10代の子に関わる人とかに、なんかこれのメッセージがちょっと伝わればなと私は思います。あのね、最後の最後なんですけどね、このビデオを作るときにこのねアクセサリーのお話しするのどうかなと思ったんだけど、ちょっと締め切りが迫ってましてね締め切りが迫ってちゃったから、ね、本当はホームのルームツアーしようと思ったんだけどね、なんかまだヤマトさんも届いてなくって、荷物も送ったところから全然まだ来てないし、多分まだ1ヶ月ぐらいかかると思うんだけど、まだ家もな半分ぐらいしか仕上がってないし、もうその中途半端な状況でホームツアーするのかなみたいな。それだったらずっと話したかったこれと、あと本当になんかお仕事した感じになっちゃったんだけど、そう組み合わせちゃってさあしまったの、本当ごめんなさいね。そうなんだけど、まあぜひクーポンコードの方もチェックしてね、これはね言わなきゃいけないのだから、チェックしてね、よかったら。あと皆さん、私の伝わっメッセージを伝わってよかったと思った方は LIKE 押してください。このっていうのが嫌いな人OK。 では皆さん素敵な一日を過ごしてください。見ていただいてありがとうございました。また今回も長くなってごめんね。ぜひコメント、あと登録してよ、登録 OK。 ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。あと最後もう一個ビデオ来た後に思い出したんだけど、最後これだけ付け加えさせてほしい。あのね、10代に何かやっててさ、何か頑張ったこととか、まあ誰かと付き合ってるとかまでいいけど、何かそれか頑張って積み上げてきたものとかがこう崩れた時とか、こう終わった時って、もう人生終わった気になるじゃないですか。でもね、本当になんかさ、その終わった感情はそうなんだけど、でもその感情って必要だったんだよね、自分の中には必要なもので。だから全然それでさ、感情はその感情をやっべ、もう人生終わったみたいな感情はいいんだけど、それはそれで、でもそれで終わりじゃないから、なんか終わりはスタートの始まりだし、だからそれを経験しないと始められなかったことっていっぱいあったりとか、それを経験しなきゃできなかった、この後しかできないこととかってあって、ちょっとごもっててすいませんね。そうとかさ、だからあもう終わったって言って、マジで本当にもう終わったからみたいな、そういう感情になるんではなくて、まずリラックスして、正直な話ですよ、日本のさ平均何死亡年齢って何歳だっけ60、70、80とかそんぐらいだとしたらさ、10代なんて人生のマジで 10% っていうか10何%しか終わってないから、その先の方が長いんですよ、その先の方がうん十倍とあるわけだから。正直言うと、その初めの時期に経験できてよかったなぐらいで、この先の人生、長い人生、これも経験したから、勉強できたからね、それを活かせるじゃない。そうやって考えたらもうね、今終わったはね、もうないわけ。10代の時代は、あ、これ経験しといてよかったっていう感じで考えて、じゃあ次何しよう、次何できるかなみたいな、そんな感じで考えてくれたらすごいいいと思いますし、あとね、
こうやって話し出すと私すっごい楽になるのよ、ごめんなさいね。そうだからね、そうやってこう、あーもう終わったって思っている自分に大丈夫だよって一言言ってあげたいですね。怖いものなんてないし、人間だから、人間が世界を作ってるからね、人間だからやり直せるし積み立てられるし、ダメだってなったと思っても良くなるんだよそう、そういうこと。 OK? まとまってなくてごめんなさい。またでは。